おはようございます。K、v ですで、えー、今日は、えー、2月4日の東京新聞杯 G3 ですね芝 1600m のちょっと登録馬からマをちょっと見つけようかなと思ってちょっと動画上げようと思いましたでね、えー、昨日、えー、ネギシステークスシルクロードステークス両方外れました まあねもう最近全然当たんないですねほんまねもうワイドにしようが4等ボックスにしようがちょっとね狙ってる1等は来てるんですけど相手をね全然あの入れてないのでなんかね最近恨目恨目出るというかもう全然いい方向転がってないんでちょっとねあのー、今週土日多分また中央競馬買うんですけど今日とか水曜日 まあ水曜日もまあなんか地方 <coughs> 競馬でかでかいレースあるのか分かんないですけどなんか書いてたんでちょっとそういうとこもちょっと買っていこうかなと思うんでちょっと数打ち当たるという形でちょっと地方競馬にもちょいちょい配当とか関係なく安いのでも何でもこうてちょっと当て癖というか適中癖をつけようかなと思って。 ちょっと今日も今日月曜日なんですけど今日も買って明日も買って水曜日も買ってちょっと当て癖つけてあの土日に強ければ挑もうかなと思ってるんでまあ多分それちょっとね動画上げるかどうかわかんないんですけどまあまあそういうことしてみようかなと自分の中で思ってますで一応東京新聞杯なんですけどこれまたね悩ます馬ばっかりですわもう最近やったらね悩む馬多ないですかねみんな もうね今回東京でしょ。結構ね、もうん、登録者もリス・グラッシュとかもおるし、ダイワ・キャグニーもおるし、もうサトナアレス、グレーター・ロンドン、クルーガーとか、もうこの辺怖いでアドマイ・リードとか。でね、一応、僕、今回ね、あのー、とりあえず一頭今、いいのがいるんが、このアドマイ・リード。 アドマイアリードです、ね、こうやって多分54キロで走れるっていうのも大きいんですけどこのねアイルランドもそうですしクイーンステークスもビクトリアとここも内容全て結構いいはずなんですよ、まあ、クイーンステークスはあんまり良くなかったんですかねまあでもビクトリアマイルもで当然取ってるは取ってるしあのね工場相手にスマートレイヤーや、あのー、ソルベイグとか。 あの辺にも買ってるんでクイーンズリングミッキークイーン任してるんで東京ならばもうアドマイヤリード全然買えるかなと交際所も得意そうなんで東京に関して結構ねあの足も上がりも使えてるはずなんでまあこの間の東京でもこれ上がり32.9なんでねまあまあ全然使えるかなと思ってるんですけど。 <laughs> アイルランド府中の時まあまあ品売店にねあれなんですけど、まあ、あのビブロスとクロコスミアも出てたんですけどまあまあそれほどの一、あのーまあ、馬身と4分の1離されてるんですけどまあまあタイム的にも0.2なんでまあまあ大丈夫かなとまたその時もクイーンズリングも破ってるんで電光アンジュや月火光も出てましたけどね。 まあ一番怖い馬かなと僕の中では思っているんですけど金利50円のかなり得ですよねいつも56円55円なんで、まあ、そう考えたら全然 <coughs> お得感まあね人気がまあ多少はするんでしょうけど56万人気なんですかね多分まあ分かんないですけど一応僕今のとこはこのアドマイリード まああと枠順とかも関係なく大丈夫そうな感じなんであとは足をうまいことためてあとえー、いろいろ競馬ね周り見ながらしてくれればいけるかなと機手がまだ決まってませんのでねどうなるか藤岡機手になるのかどうかわかんないですけどまあ今のところ僕一頭はアドマヤリードがかなり怖いかなと思ってますね今のとこころ人気まあこんな あれは関係ないですけど6番人気とかまあまあ人気はする,するでしょうけどね多分グレーターロンドン一番人気になるであろうとでリス・グラッシュとかももしかしたら人気するかもしれませんけどね4歳やっぱりこの辺の4歳怖いですよねサトナーレスもそうやしダイワキャグリーもおるしねディバイン・コードどうだよねということなんで、えー、神戸あ東京新聞杯 一応芝1600は僕の中ではアドマイリードが怖いかなと思っていますんでみんなもし何かコメントあればこういうのも怖いよとかあれば教えてほしいですけどねこれ彼のもよを考えたこれ登録しましたねまあまあいらないかもしれないですけどねまあわかんないですけどということで今のとこは僕の中でアドマイリードがきっと怖いかなと思っています 本当にまた、もしよかったと思ったら、グッドボタン、いいねボタンですかね。と、チャンネル登録、またこの辺のとかにもまた貼っとくんで、この辺かなわからんけど、チャンネル登録お願いします。ということで、よろしくお願いします。ブイブイ。